カーステン・ギリーブランドはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国上院議員。所属政党は民主党。日本ではクリステン・ジリーブランド、キルステン・ジリーブランドと表記されることもある。ニューヨーク州オールバニで育ち、ダートマス大学及びカリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業する。大学卒業後はタバコ製造会社、 フィリップ・モリスの弁護士などを経て、ビル・クリントン政権末期に、アメリカ合衆国住宅都市開発長官、アンドリュー・クオモの特別弁護人として働く。2000年の連邦上院選挙では、ニューヨーク州から立候補したヒラリー・クリントン陣営のスタッフとして、若年層の女性有権者の対策にあたり、ヒラリー・クリントン個人とも親密な関係を築いた。2006年に、ニューヨーク州、 第20選挙区から連邦会議員選挙へ立候補して当選し、2008年の選挙でも前回を10ポイント近く上回る62.13%の得票率で再選される。連邦会議員時代は民主党内の保守派グループに所属し、同性婚の法制化は連邦レベルではなく州レベルで決定されるべきだと主張した。また、銃器購入者に関する 省長官の情報共有を制限する法案に賛成するなどしたため全米ライフル協会から100点満点の政治家として評価されている。2009年、ヒラリー・クリントンのアメリカ合衆国国務長官就任に伴うニューヨーク州選出連邦上院議員退任に伴いニューヨーク州知事デビッド・パターソンから公認の連邦上院議員に指名された。2010年の通常選挙でも 得票率62.95%で連邦上院議員に選出され2016年の選挙では前回を上回る得票率で再選したトランプ政権との確執2017年1月20日に発足したドナルド・トランプ政権の国防長官にジェームズ・マティスを当てる新任投票では唯一反対票を投じた同年12月 トランプのセクハラ疑惑や性的暴行疑惑について取り上げ、議会は疑惑を調査すべきだと訴えた。これに対しトランプ側は女性からの告発自体をフェイクニュースであるとして反論する。ギリブランドを小物で民主党上院院内総務、チャック・シューマーの腰銀着だと呼気を下ろした。これに対してギリブランド側も再反論し、自体は泥試合の様相を見せた。 女性のセクハラ被害者を支援する、メトウ運動の推進役としても、全米の注目を浴びるが、左派勢力から人気の高かった民主党所属の連邦上院議員、アルフランケンに対する球団は裏切りともみなされた。2019年1月15日、CBS のバラエティトーク番組、ザ・レート・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベアに出演し、2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けた。 民主党候補指名争いへの立候補を表明する。しかしながら、支持率は伸び悩み、同年8月28日、指名争いからの撤退を表明した。ありがとうございます。